皆さんおはようございます。今朝皆さんとご一緒に主を仰ぎ賛美を捧げ祈れる、こういう礼拝をできることを感謝いたします。コロナ禍の中にありましても、今もまたネット礼拝、在宅礼拝を余儀なくされている方も少なくありません。私も昨年の12月からしばしの間、私の事情によりましてネット礼拝で過ごさせていただきました。政府よりの緊急事態宣言の発表によりまして、自粛生活を全国的に展開されて、自由に振る舞えない、知らない間に何か萎縮をしてしまう、そして霊的にもそのように感化を及ぼすことが否めない、そのような状況下にありましたということは否定できません。そして一方ではまたそのような状況にありましても、この教会ではズームだとか、あるいはズームでその祈祷会だとか聖書の学びなど、教会同士の連絡などを取り合って、個人的な交わりというものを深めていらっしゃる方々が多くいらっしゃるということを聞いております。神様はどんな時にもどんな場所においても共にいてくださり、働いてくださっていることを身近にこの度は感じさせられる、そういう素晴らしい経験をさせていただきました。このコロナのニュースの多い中、少しちょっと違った放送が流れました。ちょうど2月の終わり頃、 NHK の N ラジセレクトというラジオ番組ですけれども、興味深い内容でありました。コロナで静寂の街、視覚障害者の戸惑いより、新型コロナウイルスをもたらしている意外な影響についてという放送でした。それは何でしょうか。街にあふれる音の変化であります。緊急事態宣言の影響もあって、街は以前より静かになっていて、行き交う人たちの話し声だとか足音だとか、それからお店から出る BGM だとか、あるいはまた自動車の音も少なくなっているように感じる、そういう時期がございました。実はこの街の音が減ってしまったことで、とても困った人たちがいるのです。社会部担当記者の取材報告は、視覚障害者の人たちには点字ブロックではない生活音が大変重要な情報音なんだと。自動販売機の音だとかパチンコ店の音とか、そういうものが楽しい、頼りらしいというのであります。そこで記者はこの視覚障害者の方と一緒に街を歩いて、私にとって本当には何気ない音が手がかりだったんだということを知ったわけであります。例えばラーメン店の前に立って、ファンの音でラーメン店がそこにあるんだということを確認するとか、次に立ち止まったコンビニの前では自動ドアが開閉する、その度にガシャガシャというような、ガラガラというんでしょうか、そういう音が、鈍く擦れるような音がしておりましたので、その音でコンビニだと、そういうふうに地図が、音とともに音地図ができているんですね。私たちは看板などを見て、そのお店は何のお店かということを判断をしているように、音の特徴を捉えて、どこにどういうお店があって、すべてが重要な道しるべなんだそうです。そうしたことをまとめて、私たちは目印と言いますけれども、耳印と呼ぶそうです。緊急事態宣言が出た時や解除された時では、街の生活音が変わるので、その度に大きく変わってくるのですね。その都度耳印を覚え直さなくちゃいけない。
本当にストレスだと言われています。私たちもそういった気遣いを心がけたいと思うんですが、さて聖書を読むにあたっても音ならぬ物語とその状況から人それぞれですが、同じ聖句を読んでも通過してしまったようなこの御言葉が、時が変わると新しい発見に出会うということがたびたび起こります。アフターコロナがささやかれている中で、こうなってほしいというその焦る気持ちを抑えつつも、もう一度今朝は御言葉というこの鏡に自らを照らして主の御声を聞かせていただきたいと思うのです。今朝はこのローマ人への手紙、先ほど読んでいただいたのですが、一章の14節から17節をまでをお開きいただいて、ご一緒に学びたいと思います。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いは、ローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。ここからご一緒しましょう。どうぞ。はい。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。パルはこの一章の17節でこのように言っていますね。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りであるとそう言ったのです。信仰によって生きるというのは聖書的には一体何であるかということを、今朝はご一緒に皆さんと学んでみたいと思うのです。ある信者さんの子供が、キリスト教の神さんは僕のお母ちゃんの神さんやでと子供が言っています。これは日本人特有の多くの人が持つ神観概念であります。いや、ともすればクリスチャンの中にも見られるのです。あまりお祈りをしない人が、何かあると一生懸命に祈る、苦しい時の神頼みです。また聖書の教えに反することをしたり、何か自信がないと神様は恐ろしいお方であると感じるし、裁きの神、災いを与えるお方という考えを持つ場合があるようです。だからこれはしてはいけない、あれはしてはいけない、救われたのにはこの戒めに従うのですよと、いいえ私はそうじゃない、愛から心から喜んで従うんだという、そこにこの考えがあるのかもしれません。例えば再臨ということを考えてみてもそうであります。再臨は神様の愛の成就であり、私たちの救いの時であります。また神の裁きの時であり、世の終わりであり、人類滅亡の時であると強く感じる人がいるのです。そして私は救われているんだろうかと言っては悩む人もいるのです。ある長年の信者さんの例をご紹介したいと思うんですが、ご主人が亡くなられたその時のことです。羨ましく思った、主人は再臨を迎えずに死ぬことができた、再臨が怖くて怖くて仕方がなかったと。これは再臨を説く者が
その再臨の恐ろしさだけを強調し、だから救われるためにはああでなければならない、こうでなければならない、準備はできているかといったところから来ているんだと思うのです。その一人をたまったほどに、この世罪人を愛したもう神がなぜそんなに恐ろしい神なんでしょうか。それは神から離れて神様の本当の見姿を見失うときに起きてくることであります。まあ、こういう神信心というものは神から離れたユダヤ教の中にも怒りの神、裁きの神として出てきております。信仰による義を解き、神の絶対的なる恵みを説いたあの偉大な信仰の強者、勇者パウロの改心前には、彼は行いによって神からの憐れみを得ようとしたのです。また宗教改革者として有名であったマルチン・ルターもそうでありました。ルーテルの宗教改革のきっかけは祈りの神との戦いであった。修道院生活において神学者としての生活においても彼には喜びがなかったのです。彼の信ずる神は怒りの神であり裁きの神であった。ゆえに修道院でのルーテルはどんなに努力し頑張っても重くのしかかってくるのは恐ろしい神の姿であった。ルーテルの信仰は怒りの中の神様との戦いでありました。そして彼がその怒りの神に勝利したのは今朝の御言葉、ローマ人への手紙1章17節の言葉です。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りであると。神の義を本当に理解した時だったのです。神の国、神の義、これがキリスト教福音の中心でありプロテスタントの始まりであります。皆さんは神の義という言葉を聞かれたらどのようなイメージ感情を得られるでしょうか。ここで言う義という言葉はギリシャ語ではディカイオスネと言いますが、これは正義、公義、正道、義とする、義を扱うというような意味があり、法律用語、法廷用語として用いられておりました。ということは神は裁判官であり、私たち人間は被告人という漢字を与え、裁く者と裁かれる者の立場に立つということであります。この考えからは義は愛とは全く正反対にあるように思われます。神は愛であり神は義である、なんだかそれは二重人格的な神の性質を見るのです。しかしこれはローマ、ラテン、日本的な考え方であり、ヘブル的な考え方すれば少し変わってきます。パウロが用いた聖書、旧約聖書は72人訳聖書でありますが、その中にあるディカイオネスという言葉はヘブル語のサタクという言葉から来ています。その意味は正しい方に導く、正しい方向に入れられる、正当である、神の救いの御業という意味があります。日本語の聖書では救い、裁き、義、恵み、勝利という言葉に訳されています。神の救いの御業は、これが神の義であるとパウロは言うのです。
旧約聖書を見てみます。イザヤ書46章の12節、13節。私たちあまり馴染みのない文語体で読んでみます。何時ら心固くなにして義に遠ざかる者よ、我に聞け。我我が義と近づかれむべからば、その来ること遠からず救い遅からず、我救いをシオンに与え、我が栄光とイスラエルに与えんとあります。正義から、この新改訳では正義から12節、また13節、私の勝利を近づける。新共同訳では、神の技から12節、13節、私の恵みの技。聖書の言う神の義とは、神の裁き、怒りではなく、神の救い、神の恵みの技、神の勝利を言うのです。まあ、子供の頃ですね、万華鏡をよく覗いて、まあ、見方によってはいろいろとこう変わる、そういう不思議なこのワクワクした経験を思いますが、神の義もキリストの十字架を中心に見るときに変わるんですね。ローマの一章の17節の口語訳では、神の義は掲示されているというのですね。福音とは何でしょうか。最も素晴らしい知らせで、それは人の許しであり、滅亡よりの救いであり、それはイエス・キリストの十字架のあがない、救いを指すのであります。キリストの十字架、それは神の義と神の愛が一つになったところ、神の義が神の救いとなったところなのだということであります。神は愛であると同時に、神は義なるお方であるんですね。愛の神は罪人なる人間が一人で滅びることを願われないのです。あなたの滅びも神は願われてはいないのです。だけれども、義の神はどんなに小さな罪でも見逃すことはできない。あなたの罪も私の罪も神は見逃すこと、許すことはできないのです。実に十字架は矛盾するこの二つのものを表しているのです。罪人の一人も滅びることを許されない神と、罪を決して許すことのできない神、神の救いが示されたものも十字架であり、神の裁きが示されたのも十字架であった。つまり神の愛と神の義が十字架上にあるのですね。イエス・キリストは人を救うために神でありながら人となられました。これは神が人の仮の姿を取られたのではない、神を捨てて人間そのものとなられたのである。そして十字架において私たちの罪を徹底的に裁かれる恐ろしい裁きである。神の裁きほど完全で恐ろしい裁きはない。しかも裁くものは神であり、裁かれるものも神であった。主イエスの十字架の苦しみは人間の滅びの時に苦しむはずであった。すべての苦しみを背負った上で、なお罪のない者が罪人として死んでいく苦しみであった。また主イエスの苦しみとともに自分の最愛のものを欺いた人間を救うために裁く父なる神の苦しみはどんなであったでしょうか。だけどこの裁かれるイエス・キリストの苦しみと裁く父なる神の苦悩があったからこそ、私たちは最後の時に
神の御前に罪人としてではなく、清いもの、罪許されたもの、愛される神の子として立つことができるのです。キリストの十字架は神の愛と神の義とが一つになったところにある。ゆえに私たちはイエス・キリストの十字架を通して神を見るときにのみ、その神の義は神の救いとなり、神の愛となるのです。しかしそこにキリストの十字架がなければ、神の義は私たちにとって神の裁きであり、神の怒りとして映るのであります。ゆえに神の義は福音の中に啓示をされているのであります。そして神の義である救いを得る方法、手段としてパウロは信仰を持ってきております。ローマ書1章の17節、信仰に始まり信仰に至らせる、初めから終わりまで信仰を通して実現されると。エクピルテオス、エイスピステイン、この言葉の意味は信仰はある源から出てくることを意味している。すなわち信仰は人間自身のものではなく、ある源から上から来ることを表している。聖書は誠の信仰は神から来ると言っています。エペソ2章の8節、信仰は神の賜物であるというのです。第一ヨハネの5章の1節4節5節、イエスのキリストであることを信じる。この信じるという言葉は現在形を使っており、神から生まれたものの生まれるは完了形を使っています。言い換えれば、神から生まれることの方がイエス・キリストであることを信じることよりも先なんです。信じることによって生まれたのではなく、生まれたから信じたのであります。イエス・キリスト救い主、神の子と信じるのは人間の知恵や研究によるんではない、神によることを示している。それは私たち自身から出るものじゃない。パウロは第一コリントの12章の3節で、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできないというのです。あなたがイエスをキリストと救い主として信じるならば、あなたはもう神の子であり、神の御手のうちに救われているというのです。私たちがイエスを神の子であると信じているならば、私たちは世に勝つものであり、神によって勝利を賜るものであるのです。信仰は私たちの内から出るものじゃない、神の愛によってその恵みに良くしたものが神よりいただくことができるんである。信仰が神によって与えられるがゆえに、信仰による義人は生きるというのです。信仰が私から、あなた自身から出るものであれば、それは危ないんです。救いを得ることも義とされることもできないのです。パウロはこの信仰による義人は生きるという言葉をハバクク書2章の4節から取り扱っております。しかし義人は信仰によって生きる、しかし神に従う人は信仰によって生きる。パウロが用いた70人訳では、義人は私、神の真実によって生きるであろう、神の真実によって神から来る信仰によって生かされるものが救われるものとなると。マルチン・ルーテルの体験、修道僧ルーテルが行いによる救いによって信仰について悩んでいるときに、修道院の副院長スタウピッチという人が
次のように言ったそうです。イエスのイエスキリストの御傷を見よ、それは愛の印である。私たちを裁くための御傷じゃない、私たちを愛して救ってくださったという愛の印の御傷である。私たちを愛してくださったという愛の印の御傷である。私たちが信仰に行き詰まったときに、自分の救いがわからなくなったときに、私たちは十字架のキリストを仰ぐべきであります。主はなぜ十字架に突きたもったか。私たち弱き者、罪深き者、不信仰な者を救うためであります。イエス・キリストの御傷、それは愛の印である。私たちを裁く者のための御傷ではない、救いは行いではない、神の賜物であり、それを受け入れる信仰である。最後に皆さんとご一緒にローマ人9章30節から32節ご一緒にお読みして、この礼拝を閉じたいと思います。3、はい、では私たちは何と言おうか。義を追い求めなかった異邦人は義、すなわち信仰による義を得た。しかし義の律法を追い求めていたイスラエルはその律法に達しなかった。なぜであるか。信仰によらないで行いによって得られるかのように追い求めたからである。彼らはつまずくの石につまずいたのである。アーメン。メッセージを感謝いたします。